伊武氏コーダの世界観。伊武氏コーダの世界第2回目となります、えー。来ていただいておりますこの方です伊武氏コーダ選手です、えー。よろしくお願いします。伊武氏コーダです。いやいや,いやあの正直なところ当分収録できないかなって思ってたんですけど。はい、はい ありがたいことに、はい、ええー、ポッドキャストの方は、はい、まあ早めの復帰ということになりましたが、はい、だだい大,大丈夫なんですか？あのー、まあ肩の方はまあちょっとまだあのー、まあ打球骨折、うん、ということでちょっと期間は開、うんえー、くかもしれないんですけど、まあ話すに関してはあの。 全然話せるし、ものすごい僕元気なんで。気持ちは元気なんですよ。気持ちは。気持ちは本当。気持ちは。心配。ですよ、みんな。みんな、そう、そう思います。はい。ただ、気持ちは元気なんです。私もね。ちょっと三日間ぐらい。ラグを置いてからラインしようと思ってましたからね。いやいや、もう、その日に、その日にしてください。ちょっと、井口さんの、その気持ちのクールダウン。 を測ってからの方がいいかなとかい、ええ。いや僕はもういやもう笑ってくれて、てまいま笑いはしないです<笑>笑い。笑えない笑えない笑えないですか？笑えない。でももうちょっと時間かけてね。なんかまあ伊武さんがバリバリボ <laughs> ーディング場で復帰して、はい、いつか笑い話にできるといいなと。はい。 いいうところまででは持っていきたいですよね、うん、あんなこともありましたねっていうね、はい、そうですねそれにはやっぱりまあやっぱり完治そうですね,ね本当に完全に、はい、あの回復させることがやっぱり今あ重要だと思うんでいや正直だからマシ本さんも含め心配だったのが、うんうん、こっちで判断できないじゃないですかそうですねはいでおそらくしゃべることはできるだろうなとは思ったんですけども、はい やっっぱ稼働させてていいのかっねそこの部分がちょっと心配だったんで,でイブシさんの方から「やりますよ」って言ってくれたのは、はいはい、スタッフ一同本当にありがたかったかなと思いますいやもう少しでもやっぱりそのなんかプロレスしゃべれるまだ別にしゃべれないわけではないんで、ねうん、話すことはできるんで脱臼、はい、なんでそうですね、えー、だから なんか少しでもそのやっぱり僕ずっとまあ言ってるプロレスを広めていきたいっていう部分に少しでもつながればいいなとファンの方もやっぱり生の井伏選手の声はえ求めてると思うので、はい、まあちょっとねこの井伏ーダの世界でちょっとファンを安心させていきたいかなと思います、はいはい、で、えー、本当にね見た目はね、はい、今こうやって目の前に井伏さんがいるんですけども あまり重症感がないんでですすよね重 <laughs> 重症感ないですか重症感感なないいか <laughs> ボロボロでくるかなと思ったんですけども何 <laughs> <れ>かもう手つったりとかあ,あその辺はやっぱりあのー、僕一回11年前に、あのー、脱臼したことあるんです、はい、同じような脱臼なんですよね、うん、仕方がでも種類がやっぱりちょっとだけ違って前回は腕をつった方が痛くなかったんですよ、うん 固定してた方が痛くなかったんですけど今回のはちょっとまた違って、うん、固定する角度だとちょっと痛いああいわゆるそのよくある手を骨折してあの三角筋かなんかで操ってる、はい、あ,れあれをやると痛いそうですねああ手を内側に入れると痛いのでなるほどはいだから肩は今動けないんですけど動かせられん ないんですけど肘から下はすごい全然動くんで、はい、まっすぐの感じですね腕を閉じて、えー、は全然動くんではいでね一応その報道にも出ましたが右肩関節前方脱臼骨折からいきますが、はい、いわゆる脱臼をするということはイコール骨折なんですよね そうですねほら素人が考えると骨折ってバキっていくイメージじゃないですか外れる瞬間に、うん、要はど,どのぐらい骨折するかで、うん、まあ治りもまた違うみたいなんですねそうですねだから僕の場合はやっぱりちょっとなんか筋肉が結構覆ってた分はまりにくいし、うん、ええ 本当は多分抜けにくい、うん、だから結構ちょっとはめるときも抜けるときもちょっとダメーゃったのかなっていうあ